はい、ではオールスターズのお話後半は白く木製の下半期ですね。下半期を語るのに大事なのが上半期どうやって過ごしてきましたかっていうことになります。去年ね、北にいて貫入していた白くさん、上半期急にね元気になって動けるようになってるということはないと思うんですね。なんとなく少し良くなってきたな、あれなんかちょっと調子がいいかなっていうふうに思い始めている頃じゃないかなって思います。白くさんね、いよいよ下半期、行動に移す時になります。後半ね、いきなり、調子が良くなるという運気なんですね。そして南西に位置している今年の白くさんは9年に一度の一番大切な時期、基盤作りという意味で一番大切な時期になります。では下半期どうやって行動していけばいいのということです。まず1番目、お母さんですね。実家のお母さん、もしくはおばあちゃん、もしくは年配の女性との関わりを大切にするということです。上半期ね、実家に帰ってないとかお母さんとあんまり喋ってないっていう方は下半期意識してお母さん、実家に帰ってお母さんとお話しするというのをおすすめします。また母方のお墓参りも行っとくといいんじゃないかなって思います。続いて2番目、細々とした小さな努力を怠らないっていうことですね。今年は本当に取るに足らないような細々したことがたくさん処理しなきゃいけないという感じになってきます。めんどくさいんですね、すごく。ですが今年は畑を耕す、コツコツ頑張る年ですので、細々したこととしっかり向き合って処理していくというのが大事になります。続いて3番目、昔の人、古い人との再会があったらその人からヒントをもらえるです。今年ね、古いという意味があって、昔付き合ってたお友達と偶然再会して付き合いが復活するとかですね、昔の先生になんか急に連絡取ってみたくなって連絡取ったらすごく、いい感じとかですね、そういう昔の人と縁があったら、この人たちから、ヒントがもらえます。今年大事な基盤作りの年になりますので、そのヒントになるっていうことですね。もし今出会っていたらそのお付き合い大切にしてください。続いて4番目、種まきをする、つまり勉強をするということになります。今年自分に種まきをして勉強して知識を貯めていくんですね。知識を入れていく、もしくは先生、メンターとかから学ぶということでもいいです。そして自分の中に種を埋めて今後成長させていく運気になってきますので、今年は知識を貯める勉強をするということが大事になります。本でもいいですね。先生とかメンターがいない方でしたら本から学ぶというのもおすすめになります。そして5番目、これが一番大切になります。今年を含めた5年後の目標を立てるになります。今年を含めますので2020年で1年目ですね、21、22、23、24、24年ですね、2024年にどうなっていたいかという目標をはっきり立てるということをやってください。この、今年から始まるこの5年間が、一番こうアップスパイラル、運気が上がっていく時で一番行動が大切な時期になるんですね。なのでお母さんを大切にしたりとか、お墓参りしたりとか、古い友人からのヒントを耳を澄ませたりとか、本や先生から学び取っていくとか、そういうことをしながら5年後どうなっていたいかというのをはっきり決めていくんですね。そうすると5年後に照準がありますので、そのために今年何すればいいかっていうことが分かってきます。
畑を耕して種をまいて成長を見守っていく時期ですので、一番面倒くさいし結果が見えないという地味な時期なんですが、一番大事っていうことです。そのために自分がウキウキするような、自分がモチベーションが上がるような目標を決めておくというのがとてもおすすめになります。シロクさんの下半期の過ごし方、ぜひ参考にしてください。はい、後半のオールスターズのお話は下半期ですね。豪土星の今年は東に位置しています。豪さん東にいて元気がいい、やる気がある、行動力があるというような運気なんですね。下半期を語るには上半期どうやって過ごしたかっていうことが重要になってきます。ここまでの上半期ですが、豪さんやりたいことがいっぱいあって、やたらと行動しているっていうことだと運気に乗っているっていう感じです。そして世に出て行動するというのがいいので、広告を出したりとか SNS 上で顔を出したりとかですね、今まで顔出ししなかった人も出したりとかもいいと思います。じゃあ下半期どうやってやっていけばいいのっていうことなんですが、まず1番目、間引きをするというのが大事になります。たくさんねやりたいことがいっぱい出てきて、いろいろ手をつけていた上半期っていう感じですが、下半期に入ってきたのでそろそろ間引いていくんですね。どれか選んでいく、5個のことをやっていたら 2,3 個に減らすっていう感じ、絞っていって後半はそこに集中していくというふうにしないと、今年芽が出て来年成長していくんですけど、あまりいっぱい芽を出していると成長も小さくなってしまいますよね。下半期は間引きするというのが大事です。そして2番目、早寝早起きですね。東は太陽が昇る位置、朝日の位置になりますので、今年の豪さんは早寝早起きが重要になります。上半期ねちょっと体調が悪いとかね、そういったことで起きれなかった方も下半期からでもまだ間に合いますので、早寝早起きというのをもう一度心がけてやってみてください。そして4番目ですね。4番目は柔軟に物事を考えていますかっていうことです。今年は東に位置していて、アイデアが浮かぶとき、それから若い感覚が重要なときになります。若い人たちの、ね、感覚も吸収するような柔軟な心がけが大事なんですね。豪さんはね割と古風な方が多くって、考えが古臭いって言うとあれですけど、昔ながらの考えを持っている方も少なくありません。今年は若い人の感覚ですね、ちょっと若い人ね、全然私たち40代以上の世代と感覚が違いますので、その辺柔軟にして若い人の意見とか若い人の感覚を取り入れるっていうことを心がけてください。そうすると来年以降の幸運期にすごくそれが生きてくるっていうことになります。そして4番目、声かけをしていますかっていうことです。ちょっとね今までコロナでね声かけといってもねあまり人と会えない状況でしたけれども、今年はイベントを企画したりしていろんな人に声をかけて誘うっていうことがおすすめです。なので今ちょっとこの自粛が解除になっている時がチャンスかなと思いますので、イベント企画して声かけをする、人に来てもらうということをしてみてください。そのイベントした時のご縁が来年再来年その次の年とつながっていって収穫になってきます。そして最後5番目、これが一番大事なんですが、行動していますかですね。今年は何といっても行動第一なんですね。まだね、今年幸運期なんですけど、まだお金や時間がかかる時なんですね。お金をかけて交通費を出して人に会いに行ったりとか、それからお金と時間をかけて勉強するとかですね、そういうちょっとこう
出費の方が目立ってしまって行動を止めてやしませんかっていうことですね。今年はちょっと割り切ってそういう出費があるというふうに割り切ってもらって行動を止めないでください。必ず来年以降ね、その出費は、回収できますので、それを信じて行動していますかっていうことですね。体も軽くてね、気分もやる気があって動ける1年間だと思います。上半期行動が止まっちゃってた方はまだ間に合いますので、もう一回行動を始めてください。はい、豪土星の下半期の過ごし方でした。参考にしていただけると嬉しいです。はい、では後半のオールスターズのお話は六白金星下半期ですね。六白金星ね、今年9年に一度の最高の運気なんですが、どうでしょうか、いかがでしょうか、実感していますか。もしね、運気がそうでもないな、なんかよくわかんないなっていう人は、ここで下半期で、ちょっと仕切り直した方がいいですね。はっきりした目標がない人とか、誰かのせいとか何か環境とかのせいにして責任を背負ってない人、そういう人が今のところ運勢が振るわないんじゃないかなって思います。やっぱり六白金星ははっきり目標を持つ、やりたいことをはっきりさせるとか、自分で全て責任を持つっていうことが六白金星らしい生き方なので、それができてない人は今年の運勢に乗れてないっていう感じになるんですね。じゃあ後半どうやって過ごしていけばこの良い運勢に乗っていけるのかっていうお話ですね。まず1番目、日付付きの目標設定をするです。何月までにこれこれをやる、そんな感じですね。なるべく具体的に日付をつけて目標設定をしてください。恵方参りでね、お願いするっていうのがおすすめになりますね。恵方神社に行って自分の目標を日付付きでお願いしてくるっていうことがおすすめです。そして2番目、笑顔と爽やかさが大事になります。今年ね、南東の爽やかな風のところにいますので、爽やかな笑顔ですね、ギラギラした笑顔じゃなくって爽やかな笑顔っていうのが大事になります。優しげなね、ふんわりした感じですね。六白金星結構暑くてギラギラしちゃうとこがありますので、そうじゃなくて優しくふんわりした爽やかな笑顔っていうことを心がけてください。そして3番目、積極的に人と交流するっていうことですね。今年ね、人との交流がとても大切な1年になります。あいにくね、コロナウイルスの影響で交流が思うようにできませんでしたが、今自粛が解除になっている間に自分が今まで参加したかったイベントとか、会ってみたかった人に会いに行くとか、気になる人たちと交流するっていうのがおすすめになります。そして4番目、そうやって交流するときに心がけるのが中庸を心がけるっていうことですね。人との間で白黒はっきりさせないっていうことです。六白金星はね、白黒はっきりしないと気持ち悪くって、なんかこう白黒はっきりするためなら空気をぶち壊しちゃってもいいぐらいなところがあるんですが、今年は中庸ですね、白黒はっきりしない曖昧さというのをチャレンジしてほしいです。やはり白黒はっきりするっていうことは上から目線っていうことにもなりかねませんので、上から目線じゃないようにすると意外と中庸ができるっていう感じになります。そして最後5番、これが一番大切になります。六白金星のね、2020年は驚異的な運勢の良さなんですね。これだけ運勢が良いものをもらえている六白金星は、それだけ何かをするという使命が与えられているというふうに思ってください。それを引き受ける覚悟っていうのが一番大事になります。自分を使って天は
10はね、自分を使って何をさせたがっているのか、大げさなようですけど、そんな風に捉えてもらって、私を使って何かやれるんでしたらやります、引き受けますっていうような覚悟ですね。その覚悟ができた時に、自分の苦手な人間関係を頑張るようにしたり、白黒はっきりさせないで曖昧でいようっていうことをやろうっていう気になったりするっていうことですね。なので、これだけのいい運勢をいただけているのなら、私を使って何かをしてもらう、私を使って何かをしてください、私はそれを引き受けましたよっていうふうに心の中で唱えるっていう感じですね。そういうのね、六白金星好きだと思いますので、それがね、できれば六白金星ね、今年の六白金星は多くの人を笑顔にできる、多くの人をね、幸せに導いてあげられるという位置にいます。ぜひ引き受ける覚悟してください。はい、いかがだったでしょうか。六白金星の下半期の過ごし方でした。私は毎朝非番吉報、通称吉カフェという開運方法を行っています。自分に合った吉報院に出かけて行ってお茶を飲むという開運方法で、簡単にできてリーズナブルでも効果が高いので、動画をご覧になっている方全員にやってもらいたい開運方法です。キッチカフェオンラインサロンというところでできるようになります。1ヶ月無料お試しがありますので、ぜひ試してみてください。このような開運チャンネルにチャンネル登録することは、天に向かって明るい方を向きましたというメッセージを送っていることになり、チャンネル登録で幸運体質になれます。ぜひチャンネル登録してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。